初めて行くよポケモンセンター渋谷。と僕の知り合いがね、大阪のポケモンセンターで欲しいポケモンのぬいぐるみが手に入らなかったらしいんで、クソ暇だし東京いくつもポケモンセンターあるから、なんとなく渋谷来てあげるかっていう。あと10分ぐらいでオープンで、10分ぐらい歩いた先にあると完璧。パルコの中かな。こんなとこにパルコあったんか、知らんかったわ。あ、でこれ秋待ちってことね。あと5分ぐらいか。忘れてた、ほらここニンテンドストアもあるわ。見たい気持ちは山々だけど、まあまあまあ、よくよく考えたら俺を落とした企業だからな。これ以上お金は落とさんぞ。うわ、ここのポケモンセンターなんか今まで来たポケセンで一番クオリティが高い。あれ、ここにミュウツーいるんじゃない？あれ？いないんだけど。残念ながらなかったね。もうミッション終わったよ。ちょっとお昼ご飯食べたいなとか。なんかここ良くない？親子丼うまそうだし、なんか興奮するよこれ。上だよな。本当に意味わからんぐらいうまかった。生の鶏肉食べたこと自体が初めてだったし、生親子丼ってこんなうめえんだな。卵もさ、あのあれなのよ、生卵じゃないのよ全然。ほぼ半熟っていうかさ、なんだあの絶妙な弾力、グミっぽい柔らかさの。めちゃくちゃ良かった。また絶対来よう。この動画に位置情報ついてると思うから、興味ある方ぜひ行ってみてね。渋谷のセンター街からそんな 2,3 分で行けるよ。